はい、はい、なんかついてるけど、なんかついてるけど、はい、大殿の代行です。はい、こんばんは。はい、6日の夜、7時50分ぐらいですね。はい。先日、蚊がいる。これやってんのに、これやってんのに、はい。あ、これ昔買った NHK のラジオのやつで挟まってたですね。中国古典のスターたちってね、こういうやつ、うん、はい、中国四大美人って楊貴妃とか、あ、そういえば、あ、シーシー。はい、これ、朝鮮。はい。はい。はい。王将。はい。あ、お腹がぐるぐるってなった。あれ？あ、そうっす。そうだね。はい。これ、あ、美人。はい。裸じゃない、これ。うん、まあスターたちの解説、これ目次はこういうやつがあるね。はい。 あ三国志と孫悟空とかね、はい、年春ってやつ、はい、こういうのが入ってます。はい。なんか大殿が教養とか知性がないって知性とか教養ありませんでした。はい。で、今日はね、この間ね、ウェルシア薬局さんでね買ったね、これ小松菜だね。うん、なんか久しぶりに食べるね、うん、静岡県産。半額マークがね、半額シール貼ってあるとね、弱い。どうやって料理するのかなーなんて喋りながらね、買い物してるよね。俺の存在アピールしてるみたいな感じで、どう知らすかな、そろそろ食べないとな思って、ネットで見て、なんかキッコーマンのやつね、これちょっと近いかなと。あ、ひき肉がね、冷凍してあったの、この間ほら、ピーマンのさ、ひき肉詰めってやつ、あれやって、あ、2パックができて、1パックだけ使ってね、冷凍してあってね、2、3日前にね、使うつもりでね、上のね、冷凍庫から冷蔵庫へ移しといたのね。うん、これは春雨炒めだけど、春雨がないからね、これもね、5月10日が賞味期限のね、こんにゃくをね、薄く切ってね、入れた。うん、そう、小松菜とひき肉のこんにゃく炒めみたいなんで、はい、これできたん、これ、はい、これこんにゃくね、こんにゃく、はい。でね、ピーマンね、一つあってね、この間一つ使って、これも1週間ぐらい冷蔵庫入ってて、もう処分しないと思って、うん、そう。で、残ったこれはね、なんだっけ、油揚げ買ってあるんだ。うどんとかそばに入れると思ってね。うん、それとちょっと炒めていこうかな、ですよね。うん。で、これ、あんまりね、チューハイはあんまり飲まないんだけど、普段はね。うん、これ 9% だね。うん。そう。お酒飲みながらさ、N ゲージの新発売、なんていうか発売予定の紹介する人いるじゃんね。うん、あれでね、くちゃくちゃやりながら、そういうの人に伝えるのってどうなのかなみたいなね、私に向いてないんで、内容はいいんだけどって書いたけどね、スルーだね、スルー。うん、うん、そう。でね、気になってるね、女の子いるね。うん、なんか32歳でさ、
焼き芋屋さんやりたいみたいな人ね、あれもさ、あの可愛いからさ、普通に心配してさ、正論書いてんだけど、自分がさ、まあそういう聞き方でいいんだけどさ、スルーだね、うん、まあそれは人それぞれだからいいけどさ、なんかそういうのを売りにしてさ、何、自分で仕事しませんっつってさ、はい、正規は嫌ですみたいな感じでさ、で仕事がないから生活保護とかさ、なんだかなみたいなね、うん、だったらなんか南ちゃんだっけかな、なんかアナウンサー本番3秒前の南ちゃんって、こっちの方がね、なんかさ、よっぽどこうなんていうの、覚悟を決めてるっていうかさ、うん、どうせ見るならああいう方が楽しいじゃんね、うん、まあ人の動画ケチつけるのは良くないね、うん、けど、まあそういうのはあるね、うん、はいはい、だから今日、まあここまででね、お酒を、酎ハイを楽しもうと思います。ありがとうございました。よいしょ。